。八代あかねです。今日ご紹介するのはこちらじゃーん !LOL サプライズムービーマジックイエーイこちら以前ご紹介している LOL サプライズムービーマジックなんですけれども、日本でもまた LOL サプライズが取り扱われるということで、再び購入しました。それでは早速開けていきましょう。さあまずは1個目じゃーんこちら細かい部分はすでに前回の動画でご紹介してありますので、もしまだ見てない方がいたら概要欄から前の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは早速開けていきましょう。前回も購入個数制限があったので3つしか買えなかったんですけれども、被らないといいなと願いつつ開けていきますよ。今日のペリペリ音はいい感じですね。じゃん。全部で小袋が8個と、あとこちらガジェットたちが入っていましたね。こちらラインナップですね。裏がこんな感じでムービースクリプトになっています。今回英語とフランス語の両方書いてありますね。さあラインナップがこんな感じなんですけれども、前回の動画ではこちらのクルーの子たちが多めに出ました。今回はキャストが多いと嬉しいなと思っております。さあ今回入っていたのは赤いサングラスでしたね。シークレットメッセージを見てみると、ムーディーと、あ、これ上が英語で下がフレンチですね。なので多分ムーディーと同じ意味なんだと思います。さあそしてカードがこちら、ショーのカーテンみたいな感じになってますが、こうするとクラッカーが見えるよっていう感じですね。で、これはこのフィルムのところに差し込むと、じゃじゃーん、こんな感じでヘアゴールの子ですね。かわいい。拍手してるスタンプみたいなのが押されてます。そして、すごく分厚い説明書が入っていました。こちら、本当にいろんな国の言葉で書いてあります。さあ、じゃあ開けていきましょう。ちっちゃいのからいきます。じゃん。お、まずボトルですね。なんかすごい。テレビのカラーバーみたいな、深夜とかね、番組終わった後にピーってなる画面のカラーバーみたいなボトルになってますね。すごいポップだ。さあ、2個目。お、靴ですね。じゃーん。結構カジュアルなスニーカーですね。白と黒のチェック柄のスニーカーで、この前の部分が緑とピンクでバイカラーになってますね。かわいいな。カジュアルな子なのか。さあ、3つ目。じゃん。なにこれ、薄い。とても薄い、多分スマホですね。絵が描いてあります。これもグラスで見る感じかな。お、なんだこれは。山かな？山みたいなのが見えます。さあ、4つ目。じゃん。あ、これはクルーじゃないか？カチンコですね。すごいかわいい。LOL サプライズって書いてある。シーン16、テイク7、ロール7。さあ、5個目。えい、じゃん。あ、ハートのクリップですね。これ前回の動画で、なんでこのクリップついてくるんだろうって言ってたんですけど、このメガネ、真ん中をつなげるためのクリップみたいです。謎が解けました。さあ、次。お、洋服ですね。じゃーん。おー、まさにテレビのカラーバーのタンクトップですね。カラフルー。お、あと、砂嵐みたいなパンツです。これ絶対砂嵐モチーフでしょう。すごい、超カジュアルな子っぽいですね。さあ、次。じゃーん。ん？あ、ん？これは自撮り棒だ。ここにスマホを差し込むんだ。差し込めない。あ、差し込める。じゃーん。こんな感じですね。自撮り棒でした。面白い。さあ、それではドールちゃん見ていきましょう。いきます。じゃじゃーん。え、すごい。かっこいい。めっちゃかっこいいです。ここ頭。まず髪の毛がすごく綺麗なグラデーションで、紫からピンクになってますね。そしてこの刈り上げの部分が、ピンクと青とオレンジと紫みたいなのがドット絵みたいな感じで、すごいおしゃれな感じになってます。そしてピアスを片方だけしてますね。で、肌がとってもこんがり焼けてるタイプの子ですね。目が濃い青になっています。そしてピンクの可愛いリップをつけてますね。もっととボーイッシュな子が来るかなと思ったんですけど、結構グラマラスな感じもしますね。それでは早速お着替えさせていきたいと思います。お着替えした姿がこちら、じゃーん、こんな感じになりました。撮影隊なのかな、アシスタントディレクターとかそんな感じですかね。カジュアルなお洋服がとても似合ってますね。じゃーん。さあ、ラインナップを見てみると、この子はやっぱりザ・クリューの子ですね。スレイトテクということで、この子はポピュラーの子になってまーす。それでは2個目いきたいと思います。なんとなくこのボールすごく重い気がします。なんだろう。あ、紫だ。紫は初めて見る気がします。お、シークレットメッセージ。じゃじゃーん。紫ボールです。今回は小袋が7個と、あとまた赤いサングラスですね。たださっきと形が違います。そしてこちらガジェットですね。さあまずこちら、見るからにロケットですけれども、このメガネで見るとロボットに変わるよと。さあそしてシークレットメッセージの方がグリッチって書いてありますね。そしてこちらのガジェットは、じゃじゃーん。この子は、ライトシリーズのレア系の子だったと思います。さあ、開けていきましょう。今回は、キャストの子が出てほしい。いきます。じゃん。あ、クリップですね。2個目。じゃん。お、キラキラしているボトルです。これ S なのかな？ソロスターって書いてあるのかもしれないですね。どう見ても S には見えないんですけど、黄色に金色のラメがついてる四角いボトルですね。もうキラキラしてる。これはいいのが来てくれるのではないか。いきます。えい、じゃーん。おほほほ。すごい。ラメ落ちがかなり激しくて、手がキラキラしてるんですけど、グラディエーター系の金色のブーツになってます。まあ、ブーツというかサンダル？すごい。超ラメ落ちします。さあ、続きまして、こちら、開けていきます。じゃん！本当に全身ゴールドの子なのかな？すごい。パンツタイプのワンピースで、もう全身ゴールド。そして、ラメはついてないけど、シマーがかった金色のマントですね。これはでもキャストの子っぽいな。本当に全部金。さあ、丸い何かが入ってます。いきます。じゃじゃーん。なんだこれは。あ、すごい。ちゃんと顎につけるゴムまでついてます。頭のヘッドセット。がすごい。すごいですね。これは今までなかった。これ主役級でしょ、この人。これもすごい分厚いんですよ。なにこれ。テレビ Please stand by って書いてある。ブラウン管系テレビ。なんでテレビ？自分の番組を自分で見る系？さあ、じゃあ、お人形さん開けていきましょう。さあ、いきます。えい！おー！ほほほ！おー！すごいですね、この子。今回肌がね、黒い系の子が続けてきてくれて、なかなか珍しい感じなんですけれども、もうまず頭がすごいです。キンキラキン！ピッカピカです。すごいですね、頭のラメ。そして、アイシャドウの部分もしっかり金のラメがついております。そしてこの黄色いリップが映えますね。目は肌とかなり近いブラウンの色になっています。そして、もともと黄色いお洋服を着てますね。これ、動画だと映らないかもしれないんですけど、メッシュみたいなチェックの模様が書いてあります。そして、体もタトゥーみたいな、機械系ロボット的な感じのボディペイントがされています。すごいですね。でも可愛い。さあ、それではお着替えさせてきます。お着替えさせた姿がこちら、じゃーん。もうね、どこからどう見てもキンキラキンのゴールドガールになりました。そしてね、本当にラメ落ちがすごい。着替えさせてる時に、もう全部金剥げちゃうんじゃないかなって思うぐらい、パラパラパラっと散る感じになるので、ラメ落ちだけはもう覚悟した方がいいです。ただね、すごいゴージャス。この帽子が可愛いですね。すごく可愛い子になりました。さあ、ラインナップを見ていきましょう。じゃーん。この子ですね。キャストの子来てくれました。この子はレアの子です。この子持った時に明らかに重かったんですよ。この子狙ってる方は重いのを選ぶといいかもしれません。さあ、最後のボールになりました。最後も被らず優秀の美を飾りたい。えい。お、ピンクか。よいしょ。じゃーん。今回小袋6個しか入っていません。そしてメガネも両方ついてきてます。青と赤。さあ、じゃあまずシークレットメッセージ見ていきましょう。じゃーん。青い文字でクールって書いてありますね。そしてこっちで見るとブライトになります。前回出たかな？さあ、そして、ガジェットの方がこんな感じですね。この子もライトシリーズの子だった気がするんですが、それでは6つの小袋を開けていきたいんですが、これ、以前見たことある気がするんですよ。なので、被ってるかもしれません。さあ、いきます。じゃん。あ、靴ですね。あ、この靴初めて見るかな？ピンクのラインが入ってるスニーカーですね。初めて見る気がする。ちょっとうろ覚えですね。さあ、ボトルいきます。じゃん。じゃん。これは知ってる。この子被ってますね。ということはこの靴は2回目ってことですね。この子、前回の動画でご紹介してる子になるので、いずれできたらいいなと思っているプレゼント企画のために撮っておこうと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。See you!